皆さんご機嫌いかがですか。菅野直樹です。本日も出前牧師菅チャンネルにようこそようこそようこそ、どうぞお入りになってください。皆さんと楽しい時間をしばし持ちたいと思います。本日10月19日月曜日、人は支え合いながら生きるという題でお話をしたいと思います。人という字は日本の竹、縦棒が寄りかかり支え合っているような形をしています。一画目の方が長いですね。だからそちらは神、二画目の方は短い私やあなたを象徴しているかのようです。人は目に見えなくても神によって支えられているんだってことをこの字は表しているような感じがします。中島みゆきさんの糸という歌がありますね。なぜ巡り合うのかを私たちは何も知らない、いつ巡り合うのかを私たちはいつも知らない、どこにいたの、生きてきたの、遠い空の下、二つの物語、縦の糸はあなた、横の糸は私、織りなす布はいつか誰かを温めうるかもしれない。まあ、次にですね、人間というこの字はですね、人の間と書きますよね。人と人との関係の中で生きるのが人間だ、一人では生きていけない、まあ、このような番組を通して皆さんとですね、毎日心通わすことができる、まあ、それでこそね、やりがいがあるというかね、しんどくなることだってあるんですよ、私にも。でもそれでも続けられるっていうのはね、あなたとの関係があるからなんです。忙しい合間を縫ってね、やっと文章や説教やこういうメッセージをね、準備して、そしてアップロードする、読んでくださるあなたがいるからできるんですよ。一人暮らしをしてた頃、自分のために料理を作る気にもならない、もうコンビニで弁当食って、もうおにぎりやね、肉まん食べてね、もう簡単に済まそう、まあ、せいぜいですねインスタントラーメンでした。でも一緒に家族がいると、一緒に食べてくれる人がいるとね、なんかもう、あんまり食事作りませんけどね、作りたくなるんではないでしょうか、一人でいるよりもそしてね、単にお弁当よりもね、こう腕によりをかけたというかね、何かこう心のこもった料理を食べたらよりおいしいものです。文章も同じですね。誰かのために、このメッセージも誰かのために考える、それでこそね、やっぱりこう語りがいがあるっていうかね、心を込めて準備し、心を込めて語りたい、そう思います。私が今使っているこのスマートフォン、もしインターネットで Wi-Fi でつながってなかったらね、何の意味もないとまでは言わないけどね、計算機かメモ帳ぐらいにしかなりません。しかしつながっているから、 SNS や Facebook、 YouTube、 Twitter、 Instagram、 LINE、 もういろんなものを通してね、交流ができる、励まされる。だから気がついたら夢中になって時間を使ってしまう。私たちはですね、その人間関係を持つ土台として、縦の糸はあなた、イエス様、横の糸は私たち、神との関係がしっかりしてくるとね、その者同士お互いに人間の人の間、寄りかかり合いながら私たち生きていきたいものです。なぜ巡り合うのかを、私たちは何も知らない、いつ巡り合うのかを、私たちはいつも知らない、どこにI'm not afraid to die.
幸せな関係をくださった神様に感謝いたします。最後までご視聴ありがとうございました。よかったらグッドボタンやチャンネル登録とよろしくお願いいたします。また次の動画でお会いいたしましょう。ごきげんよう。さようなら。